ワロン地域は、ベルギーの連邦構成主体である3つの地域のうち、国土の南半分を占める地域。主婦はナミュール。宗教改革の時代、ワロン地域の諸州を通して、カルバンの交流がネーデルラントに浸透したが、ワロン地域の若い貴族らは競技を学ぶために、ジュネーブまで赴いた。ワロン地域ご州地域内の主要な都市は、リエージュ、ナミュール、シャルルロワ、モンス、トゥルネー。 アルロン、バストーニュ、ワーブル、ベルビエ、ディナン、オイペンなどがある。ワロン地域内には次に挙げる5州が存在する。番号は、ずと対応。ウラバンワロン州、エノー州、リエージュ州、リクサンブール州、ナミュール州公用語はフランス語とドイツ語である。ほとんどの市町村ではフランス語を採用している。これは、連邦構成主体の一つである、フランス語共同体の領域と、 ほぼ一致する。1918年までドイツ領であった東部の9つの市町村では、ドイツ語が公用語となされており、ドイツ語共同体を構成しているが、これらの市町村にはフランス語話者の住民の便宜のため、言語施設の設置がなされており、官民間の連絡はフランス語でも可能になっている。また、北部ではオランダ語話者のための言語施設が設置されている。 市町村も存在する。バロン地域で使用されているフランス語はフランス国内で標準的に用いられているフランス語とはやや異なり、地域や話者によってしばしば独特の言い回しが見られる。しかし公的機関やメディアなどで用いられているものは標準フランス語とほとんど同一である。ワロン地域で用いられるフランス語の語彙のうち特筆すべきものとして、 70を表すセプタンキと90を表すのなんてがある。1990年、ベルギーの言語法により、ワロン地域内で話されている、ワロン語、シャンパーニュ語、ロレーヌ語、ピカルディ語の各言語がそれぞれ地域言語としての法的地位を獲得した。このうち、ワロン語とピカルディ語はフランス語の方言ともみなされ、20世紀初頭までは、ワロン地域において主要言語の地位にあった。 これらの言語の使用頻度はフランス語による教育の普及により減少していったが、現在はいくつかの学校でワロン語の授業が行われたり、ワロン語のラジオ番組が制作されるなど、地位の復権に向けた動きも随所に見られる。地域内におけるドイツ語話者は東部地域に7万千人程度存在する。ドイツ語圏の自治権をワロン地域内において、 さらに向上させようとする運動も顕著であり、現在ドイツ語共同体の主張を務めるカール・ハインツ・ランベルツなどによって、完全な地方自治権の獲得とワロン地域からの分離を実現する案が主張されている。ワロン地域の経済は、大仏大同盟の19世紀初頭に、リエージュやシャルルロアをはじめとした地域で、石炭や鉄鉱石といった資源を用いた工業を背景として、 急速に発達し、これによりベルギーは南部のワロン地域を工業地帯としてヨーロッパ大陸で最初に産業革命を成し遂げた国となった。しかし20世紀の前半にはベルギーの工業の中心は北部地域のフランデレン地域に移行し、ベルギー南部のワロン地域の重工業は次第に衰退していった。現在のワロン地域の経済状態は地域によってばらつきがあるが、 シャルルワやリエージュなどでは、製鉄業の衰退に伴う影響を受け続けており、高い失業率が課題となっている。これに対し、ムーズ川の南に位置するアルデンヌ地方には、多くの観光資源や温泉が存在し、観光収入が得られるため、比較的良好な経済状態を維持している。ベルギーが1993年4月23日から、連邦制に移行したことに伴い、 ワロン地域政府が設立された。地域政府は、領域内の経済、雇用、農業、環境などに関する政策を担当している。議会の定数は75人で、5年ごとに改選が行われる。ワロン地域議会の2019年から2024年までの政党別構成は以下の通り。2020年現在、地域政府の首相は、社会党所属で、 元連邦政府首相のエリオディルポ。ワロンという地域名の語源については、諸説存在するが、ガリア語のベラウノスという語に由来するという説が有力である。また、ゲルマン語系の諸地名においてギャルあるいはバルは、外国のを意味する語であり、これとの関連も指摘される。ローブ1966アバウトランゲージーン、ベルジャム・ベルギー王国は、連邦制国家であり、 連邦の構成主体として3つの地域と3つの言語、共同体の2層、計6つの地方行政区分に分けられている。3つの地域のうち、フランデレン地域とワロン地域は、それぞれ5つの州により構成されている。また、国全体は、589の基礎自治体から構成されている。 http://www.afpbb.com スラッシュアーティクルズス,スラッシュダッシュスラッシュ2957221ピドイコール11064690レコンピテンセスジュングーベルナマンワロン。グーベルナマンワロン。2014年9月16日、閲覧。リザルツインフィギュアスボルンパーラメント。ベルジャム B2020 年4月13日閲覧。 エリオ・ディ・ルポ・イズ・ワローニア、S ・ニュー・ P ・エム、フランダース・ニズ・ B、2020年4月13日閲覧、ベルギー3地域と友好交流及び相互協力に関する覚書、締結、ありがとうございます。